ホーム整備場駅は東京都大田区羽田空港一丁目にある東京モノレール羽田空港線の駅である。駅番号は MO06 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。2020年度の1日平均乗降人員は1506人であり東京モノレールの駅では最も少ない。東京国際空港に隣接しているものの付近には 旅客機の搭乗客向けの施設が存在しないことから、乗降客のほとんどが、駅周辺に、オフィスや整備、訓練施設などを置く企業や団体に勤務する、関係者である。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。出入口は、東京国際空港構内に位置している。上記のような理由から、新整備場駅同様、駅周辺には、 一般客向けの路線バス乗り場、タクシー乗り場などはない。一般客向けの商業施設も少なく、レストランとコンビニエンスストア程度である。駅西側をエビトリ川が流れるが、駅周辺に一般道路の橋はなく、対岸へは、隣の天空橋駅近くにある、カンパチ通りの穴森橋まで南下する必要がある。羽田整備場停留場羽田整備場駅時代、ホームに設置された、 駅名標の下に、羽田空港は次の駅ですと表記されたプレートが取り付けられていた。これは、後藤の、羽田に反応し空港の旅客ターミナルもより駅で、あると勘違いして下車する乗客が後を絶たなかったためである。そのため天空橋駅、新整備場駅同様、空港敷地内にありながら、羽田、羽田空港の後を極端に避けている。なお、 駅名解消後もプレートは文字が消去された上で残っていたが、羽田空港国際線ビル駅開業に伴う駅名表更新により撤去されている。駅に掲出されている新整備場駅への誘導表示また、現在新整備場駅付近の航空会社によって機体工場見学が開催されているが、こちらも整備場に反応して誤って下車する乗客が後を絶たないため、 羽田空港方面ホームの改札通路に注意書きが、掲出されている。旧羽田駅が営業していた当時、この駅の先に Y 字型のポイントがあり、そこから単線で急勾配を降り、現在のルートのすぐ隣にあった、シールドトンネルに入り、旧羽田駅へ列車が走っていた。現在のルートは、旧ルートの西側に、複線で建設され、完成後から開業前までは、 現行のトンネルの高校付近まで乗務員就職のための試運転が行われた。1993年9月26日15時過ぎ、モノレール、浜松町駅へ向かう最後の列車の通過直後、クレーン車などの重機を使って線路の切り替え工事が行われ、翌9月27日始発から新ルートでの営業を開始した。その後、旧ルートは軌道ごと完全に埋められ、 旧トンネルの高校をアスファルトで塞いだ後以外、その面影を見ることはできない。ありがとうございます。